英検準1級に出てきた語彙問題の解説していきたいと思います。今回初の正解になってるやつがかなり多い。正解にはなってないんだけど過去に出題されてるものっていうのを覚えておくのが大事。あるんですよ偏りって。過去5回出て5回、 100% です。これですね、めちゃめちゃ正解になりやすい。さあ、始まりました。まてつチャンネルです。さあ、今回は毎回恒例の企画ですが、はい、2022年第2回英検準1級に出てきた語彙問題の解説していきたいと思います。今回もですね、はい、デタタンさんの提供でお送りしております。英検の語彙問題に出てきた単語が全て収録されており、はい、今回新しく出てきたものはアップデートで加えられます。最強の英検単語アプリですので、ぜひ概要欄からダウンロードしてみてください。それでは、今回の問題解説、ハワイからお届けします。でまず第1問が、さあですよ、さあ出てくんだなと思ってびっくりしたけど、実はですね今回含め5回出てきてるんですよ。実は結構出てますよね。で初めて正解になりました。でさあっていうのは溶けるってやつ、凍ってるやつがこう解凍されるっていう時に使う表現なんですけど、いやまさかねそんな文脈が出てくんだと思ってね、ちょっと驚きましたね。はい、続いて第2問は instill、 はい、これね教え込むことですね。 instill 何々 in 人とかっていう形を取りますね。そう、今回もこの形で登場してました。で次が earnest ですね。真剣なってやつで earnest apology、 真剣な謝罪というので出てました。 earnest はもう合計で5回出てるんですよ。で5回出てて正解になったの初なんですね。続いて nuisance ですね。厄介なことってやつですね。傷つけるっていうのが語源なんですけど、こう面倒だなみたいな感じで、なんかあれでしたっけ、プール掃除するのが面倒いみたいな感じで出てましたね。今まで3回出てて、で今回で2回目の正解ですね。続いて ridicule が出ました。はい、こうバカにするみたいなやつよね。嘲笑するとかって訳されたりしますけど、 ridiculous を知ってれば簡単ですね。こっちの形容詞の方が有名ですよね。で今まで4回出てて、これも初の正解ですね。だから今回初の正解になってるやつがかなり多い。しかも前半に、やっぱね過去に出た問題やっといた方がいいんですよね。正解だけ覚えておくんじゃなくて、正解にはなってないんだけど過去に出題されてるものっていうのを覚えておくのが大事。続いてが bashful、 これ恥ずかしいってやつね。この bash っていうのが赤くなるっていうのを表すんですけど、これも過去にも3回出てきてて、で初めての正解なんですよ。ほら過去に出てて初めて正解が多いですよね。だからこれ単語帳とか載ってないことが多いと思いますよ。デタタンやった方が有利ですね。で続いてが relic、 これも残ってるやつですね。これも3回出てて初めて正解になってますから多いですね、こういうのが。続いて growl ですね。こううーってうなるやつね。これ過去に2回ですね、今回入れて2回目で初めて正解になってますから、これ初正解のオンパレードじゃないですか。続いて uphold、 これは難しいけど結構ね出てるんですよ。今までも過去6回出てます。で正解2回目、支持するとか擁護するとかそういうので法律でしたね今回。 the law だったと思いますけど、 uphold the law っていう感じで、まあ普通になんかこう hold up するのかなみたいなイメージを持ちやすいんですね。こう擁護するっていうね、こういう風に法律とかとも使ったりするので要注意ですね。で次は compulsory ですね。まあこれは知っとかなきゃいけないかな、義務のっていうやつですね。 required とかが確か文中に出ててヒントは出てたんですよ。で過去に6回出て正解なんと5回目です。めちゃめちゃ正解になりやすいですね。6分の5ですよ、めっちゃ正解になるじゃんこの単語。そう、こういうねあるんですよ偏りって、だから知っておきましょうね。で続いて division、 まあ divide から来てるので覚えやすいですけど、 cell division ですね。細胞分裂で出たので面白って思いました。で過去に3回出て初の正解です、こちらも。はい、初めてだったんですね。で続いて merge、はい、まあこれはトイックでも重要なすごく大事な単語ですね。合併するってやつですが、過去に5回出てて、正解が3回目になってますので、やっぱりよく出るんですね。まあビジネス系のやつもね多いからね。はい、次が dehydrated ですね。はい、こう脱水症状になるというか喉乾く状況になるってやつですが、さっきあのパールハーバーのねミュージアムに行ってきて、でそこで言われた、これ dehydrated 飲み物、まあ、ペットボトルのやつ買ってったんだけど、中で水入れていいからねペットボトルにってね言ってた。でそこで dehydrated ってならないようにも感じで言われた。過去2回出題されて2回とも正解です。はい、 100% ですよ今のところ。で続いてが disobedient、 初登場ですね。まあ dis が来てて従わないんですよ、 obey しないんですね、 obedient の逆です。まあこれはただ分かるんじゃないかな、 obedient がね過去に4回出題されてますからね。で2回正解になってます。で次が bystander、あこれはねアメリカでめちゃめちゃ重要ですね。そこにスタンドバイですね、横に立ってこうやってねこう見ちゃうね、野じ馬みたいなやつですね。これやっちゃいけないっていう風に免許取った時習ったんです。もう久しぶりに今アメリカで運転してますけど毎日。で4回出題されて3回正解です。これも正解率だいぶ高いですね。続いて overthrow、はあ、はいはい、ひっくり返す
ってやつね。今回は Prime Minister 首相をこう引きずり下ろすみたいなね、そういう文脈で出てましたね。過去に4回出題されて2回正解になってます。続いては簡単ですね。 Evaluate、 はい、評価するってやつで、この問題はすごく優しかったかなと思いますね。過去5回出て2回正解です。で次は Correspondence、 これもですね過去4回出てるんですよ。4回出て4回とも正解 100% ですよ。これは手紙のやり取り、文通の意味で今回は出題されていましたね。次が Anarchy ですね、はい、この無政府状態とか混乱状態みたいなやつですね。過去4回出題されて3回正解になってますね。政府がある状況がないんですよ。 A がついて否定してますね。君主制マナキーなんかとつながりますね。次が Edible、はい、これは簡単ですね。 Edible っていうのは食べれるっていうことなんで E から始まって、これ E とつなげやすいじゃないですか。で過去5回出て5回、 100% です。こいつもめちゃめちゃ正解になりやすいね。次は Notorious、 悪名高いってやつですね。まあこれも有名な単語なんで知っとかなきゃダメですね。過去5回出て2回正解になってますね。で次が Pay Off、 はい、駆動詞ですね。過去に2回出て初の正解ですね。 TOEIC にも出たことありますね。こう報われるって感じです。まあ大学受験でも出ることありますね。今までやってたのが報われる。で次が Catch On、 はい、過去4回出題されて2回正解。 Catch On To 何々で何とか理解するとか分かるってですね、ので出てきます。で次が Fall On、 過去3回出題されて2回正解で Fall On 人でしたね。責任がその人に降り注ぐっていうので出てました。まあ難関大学でも出てきます。で最後がカバーアップ、隠すってやつですね。過去3回で初めて正解になってますね。セフトだったりもしろね、確か盗んだことを隠すみたいな感じで出てました。その他のね正解になってないものも非常に重要なものだったりとか、初めて登場しているものとか、結構やっぱね駆動詞が初めて出てるものが多いですね。初登場すごく多いので、ぜひね押さえておきたいかなと思います。これも加わりますから、出たたにね参考にしてみてください。まあだから出たたやってればね、まあ25問中24は乗ってたから解けただろうし、まあディスオビディエントってオビディエント知ってるからね、まあ全問正解できた人が多いんじゃないかなと思いますね。データタンやってればね。ただそう、過去に正解になったものだけやってたらちょっと難しい回だったんじゃないかなと思いますね。はい、それでは実際データタンの問題を解いてみましょうね。まあこういう感じでね、いろんな問題を見ることができます。とりあえず診断テストみたいなやってみましょうか。 Verify、 Verify 証明する。 Token、 Token は印。Abundant、 Abundant は豊富な。 Drag on、 Drag on はこう続くね、 Capsize、 続くのですね。 Capsize 転覆する、これ、Barely、今日も見た。 Barely はかろうじて。 Sympathetically、 一緒に。 Path が感情。 A change of pace、 A change of pace、 ペースを変えるわけでしょ。 Underwater、 Underwater 水中。 Capsize、 Capsize さっきやったのかな、転覆。 Summon、 召喚。Quota、ほら、ああこれも昨日話したとか今日使った。Buzz、 ノルマ。Buzz、 Genuine、 Genuine は本物の。Adequate、 Adequate 十分な。Relate to、 Relate to 関係。Tune up、 Tune up、 これ。Mobilize、 Mobilize 動かす。あ、Submit、 動員するって今ねロシアのニュースになってますね。Dip、Celebrity、 有名人。 Facility、 施設。 Paranoid、 簡単なのも載ってたな、パラノイドね。 Fanatical、 クッター。 Loophole、 ファンなんです。 Loophole、 抜け穴。はい、できました。ハワイにいますんでちょうども今日使った単語、昨日とかもトークンは昨日印でね、コインでありましたし、キャプサイズ、そうそう、転覆するっていうのはさっきパールハーバーのねミュージアム行ってきたんで、そこで流れてたやつにキャプサイズドっていう船が転覆してるっていうので出てました。クォーターはゴルフのルールを説明するときに使いました。ゴルフをどう説明するかっていうと、パーっていうのをなんて説明したか、まあ、ある意味クォーターみたいなもんでみたいな説明しました。ゴルフわからない人にゴルフを説明するって大変だなと思った。ディップはこうつけてね食べるっていうのは、これレストランでもあったし、あとはチップスをつけるっていうのでももう見てますね。セレブリティは間違ってる人が多いですね。豪華なではないですからね、有名人のことです。ファシリティ、容易さものってね、ファシオっていうのがね、あのフランス語で簡単っていう意味だからね。これマル秘ボタンを押すとですね、はい、一体いつ出題されたかがね全部出てるんですよ。過去にどんだけ出てっていうのを見ることができるのですごい便利です。であとはこういう風にですね、様々なネットの辞書に飛んだりすることができるんですね。で僕の場合は物書き堂っていうのが入っているので、それで飛ぶことができるんですよ。こういう風にね見ることができる、ファナティックって言って、皆さんの知ってるねファンっていうのはこのファナティックの短くしたものなんですよ。ループホール、
ループが輪っかで、ホールが穴とかね、こういう風に語源がね見れるわけ。ジーニアス A は大事に使うね。でまあオンライン繋いでるんだったら、このオンライン辞書も見ることができます。はい、今日の問題にね新しく出た単語たちもありますから、そう、選択肢の中には初登場のものもありますから、それは追加されますので、ぜひね出た単使ってね見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、概要欄に貼ってありますので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.